ちんぼうていぴいえぶりりハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、オンエア日は多少前後すると思いますけど5月5日をもって「ネズミ男ガウンを洗濯しちゃったよ」です。イコールもう機内宣言ですね。中央線が通ってますよ。これで私の家が特定できるのかどうかそんなことするやつは潰すだけはい、そうだから、ネズミ男ガン、もう一回も一旦ね、次の秋寒いなと思う頃まで着ない宣言。寒い日ないといいけどな。もう寒い日ないでしょう。しょうもない。お天気予報アプリだとね、来週月曜日だから5月9日にまた16度とか書いてあるけど、それ以上、それ以外は20度以上の予報だからな。予報はあくまで予報だけど、16度の日、まあ最悪まだ毛布もしまってないから、寒いなら毛布にくるまって寝りゃいいだよ。今年のね、その5月5日よりもう昨日一昨日3日前すごい寒かったからな、ガンガン着てたわけだけど、季節おかしいよ、って思ってるけど、さすがに洗って、もう一回でも着たらまた汗とか寝汗もかいちゃって、それで夏の間こそなんか生地に悪い、臭くなっちゃうと思うから、もうね、着たくない、洗ってしまうだけ。機内宣言。果たしてこれが吉と出るか害と出るか。なんでやねん。そうでしょ、そういうことですね。賭けに出ましたよ。ありがとうネズミ男ガン。そういうこと。ネズミ先輩登録してね。なんでやねん。